はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の不定積分丸三指数関数編をお送りします。でちょっと冒頭申し訳ないんですけど、ちょっと書きながら話していいですか。では、ね、まあ、ポイント含めてね、全部で5問ありますので、ぜひね、動画止めていただいて一回チャレンジしてみてください。でやってもらった後にですね、まあ、分かんなかったりね、不安なところがあれば、まあ、一度今から説明ねやっていきますので、聞いてもらえたらと思います。書きながら喋るとね、もうちょっとよく分かんなくなりましたけど、で今回もしシリーズで見てくださってる方はですね、ここがんって思うかもしれないです。はい。で実は今書きましたけど、置換積分っていうものがあるんですよ、積分の中にね。でこの5番に関してはこの置換積分を使います。で置換積分は次回の動画のテーマなんです。これメインテーマなんですけど、次回問題演習をメインでやりたいので、置換積分がどんなものかって今ざっくりと説明ねっていうのを、まあ、ここの問題ちょっとやっていきます。だから、ちょっと、次回の予習がね、若干入ってはいるんですが、まあ、そんな動画だと思って、ぜひね、お付き合いください。で、まあ、行きましょう。あのね、速攻終わります、ここ。速攻終わる。なぜかというとね、楽なんだよね、ルールが。で、指数関数は、まあ、E の X 乗と A の X 乗ね。これ、ありますと。で、E の X 乗に関しては、積分しても、同じですね。E の X 乗。まあ、微分の時もそうですからね。E の X 乗は微分しても E の X 乗なので、まあ、積分しても同じだと。まあ、積分定数はつけてください。で、A の X 乗に関しては、まあ、3の X 乗みたいな感じね。こういう感じ。こういうなった時は、分数になります。で、分母に、ログ A がくっついて、分子は A の X 乗。つまり、ログ A 分の A の X 乗プラス C となります。これが指数関数の積分ですね。ってことで、まあ、こっち、まず E 使ってますよね。今やったように E の X 乗は変わらないと。だから、積分しても今4くっついてますけど、その4くっつくと。で、積分しても変わらないから、こうです。で、プラス3はね、積分すると X がくっつきますんで、3X。忘れずに積分定数つけておきましょう。ってことで、これで終了。ね。ねって言ってもあれか。で、こっちは、5の X 乗なので、分母に、ログ5ですね。分の5の X 乗。で、マイナス、こっちもですね、ログ、2分の2の X 乗。で、プラス C。で、これで終了と。ちゃんちゃんみたいな感じだよね。普通に行くとね。で、ここです。ここ。で、ここはね、置換積分といって、パッと見たときに、E の 3X 乗。だから、あれこれで、同じで E の 3X 乗でいけんじゃねみたいな。こうやってね。だって E のほにゃらら乗って同じなんでしょ、じゃあこれでいいじゃんみたいな感じがするけど、これ×なんですよ。これがよくダメだと。で、まぁ、次回でやるんですが、その置換積分。置換、置き換えるんですよ。置き換える積分っていうのをやっていきます。で、ちゃんとした解き方。ね、ちゃんと段階を踏んだ解き方としては、まず 3X。これ。肩の部分が X 乗みたいになってないと、これが使えないので、そうしたいと。そうするために、肩のところを、例えば T とかってついて置き換えるんです。3X イコール T ってね。そうすれば、この式が、インテグラル E の肩がね、T 乗になるんで、こうなるじゃん。あ、ってことは、これやれば T になってますけど、E の X 乗を積分したら E の X 乗。じゃあ、E の T 乗も積分したら E の T 乗なわけです。OK。これでできるじゃないかと。なるんですが、気をつけなきゃいけないのが、これ今ね、与えられた式、肩の部分を T に変えるとこうなります。素直に書きました。インテグラル E の T 乗 DX です。これは問題があります。何かっていうと、式に使われているのは T です。でもここが DX になってるんです。これは X で積分しろってことに なってるので、dt にしなきゃいけないの、ここ。そうしないと t で積分できないからね。じゃあどうするかっていうと、もともと、こうやって置き換えましたと。こっから dx と dt をつなぎに行きます。どうするかって、これをですね、t で微分します。t で、微分ですね。そうすると、まず右辺からいこうか。t を t で微分したら1になりますと。で、x を t で微分するってちょっとね、一瞬うんって思うかもしれないんですが、まずはですね、x で微分したと思って一回やっちゃってください、微分を。これ x で微分していいです。そうすると 3x を微分すると3ですね。こうなりますと。その代わり、今、全体は t で微分をしているので、ここに
DXDT がくっつきます。こうなる。これを微分するとね。で、両辺、DT で解答はかけてしまうと、ちょっと丁寧にやっていこうか。まあ、こうなりますと。で、両辺3でね、割ると、DX イコール3分の1 DT とこうなります。3分の1 DT ね。ってなったので、DX を DT に置き換えられます。今置き換えましょうと。そうすると、インテグラル、e の t 乗3分の1 dt。まあ、3分の1は前に出しましょうか。こうですね。3分の1インテグラル e の t 乗 dt となりました。で、こうなれば e の t 乗 dt なのでこれが使えます。これを積分しても同じく e の t 乗なので3分の1 e の t 乗プラス c となる。ただし、今は置き換えましたけど、もともとは x の式です。答えは x で書かなきゃいけないから戻します。t のところに3の 3x を入れ直すとって言ってしたが、はい。とんで申し訳ない。3分の 1e の 3x 乗プラス c となって、これで終了なんですね。ギリギリか。OK ね。ただしね、毎回毎回こんな、まあ、もちろんね、難しい式とかはしっかり置き換えなきゃいけないってなるんですけど、最初ね、慣れるまでというか、時間積分の簡単なものはですね、こういう風に考えてほしい。ちょっと、まあ、ずるいというか、ただ時間短縮としてはこれでやってほしいのがあって、こうな、あるじゃないですか。で、置き換えるっていう、ここをね、置き換えなきゃなって思ったものがあって、それを、まず、まあ、t みたいに置き換えるからさ、普通の状態、この積分の公式が使える状況に持っていくじゃないですか。今の e の t 乗みたいに。で、そうなったと仮定して一回積分します。何が言いたいかっていうと、ここが普通に積分できる状態だったら、そのまんま出てくるでしょ？こうやって。で、まず書いちゃうの。積分しちゃうの。で、その後に、この置き換えたもの、今で言う 3x だよね。これを微分したものです。これ微分すると、3になるじゃないですか。その3になったものを分母に持ってくる。つまりこういうね、3分の1って。それをくっつけます。今積分したものに。微分した、置き換えたものを、微分したものを分母に持ってきて、それを前にくっつけるんです。そうすると、3分の1となる。で、これで積分完了。もちろんね、今不定積分やってるから、プラス C をつける必要はあるんですが、これが置換積分でございます。やり方ね。その考え方が面積のね、話になってしまう。それちょっと長くなってしまうんであれなんですけど。まあ、これね、積分に関しては、あと、置換積分か。に関してはね、呼び呼びの匠くんが非常に素晴らしい動画を撮っているので、まあ、リンク貼っておきます。下のところに。もしね、その置換積分が、その面積の話とかを詳しく聞いてみたい方は、そちらをぜひ見ていただけると、なんかすごく理解がね、深まると思います。まあ、ここは自分はね、今回に関しては、やり方に関してをね、覚えてもらえると思いますので、まあ、置換積分こんな状況なんだっていうのを分かった上で、次回、置換積分の本編のね、動画の方の問題集やってもらえたらと思います。ではね、おそらくこっちの方が話長かったかもしれないんですが、今回は不定積分丸3指数関数編をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。